シャツチェックウィーケンマーケット、はい、週末はなんかこうお土産とか、はい、なんか洋服とかがあるんですけど、この、はい、平日の何日間かはちょっと売れ切れずなんです、うん、マーケットに着きました市場、苗木市場マーケットですね。この辺なんか殺伐としてるけど、じゃあこれだから土日の、なんて言うんだろう、普通のお店のところで、うん、多分もうちょっとあっちに行ったら植木があります。なんか地元の人かつここの関係者しか通れないような裏道を通ってるけどそんなことないです。さすが野良倉さんだな。いや分かんない、でも多分出ると思うんだけどな。なんか本屋さんですね、古本の。ハロー。おお、なんかすごいね、境町みたいな、那覇でいうと。そうですね、うん、そんな感じ。境町っぽい。トイックの本とかあるし。わあ、なんか商店街、苗木屋さんが平日何日かやってるみたいですね。はい、ほんとだ、すごー。おー、全部観葉植物エリア。こっちにも、こっち7個で100バーツ。あー、野菜、いろんな野菜の種が売ってますね。あ、私ちょっと種みたいな見ます？野菜の種ね、あ、そっか、タイ料理作るからか、野良倉さんが家で作りたいなっていうだけで作れてないんですよ。でも大丈夫、ね、大丈夫かな。え、しっかり見ていいっすよ。しっかり見た、大丈夫です。早っ、速読、はい、速読、はい、速読というか速読、はい。苗とかね、日本に今回ちょっと輸入してみましょうか。え、なんかついてますよ、ほら、実が。実かな。あれあれあれ、あ、これか、なんだろうね、これ。果樹じゃない。果樹じゃないんですか。果樹なの。見たことないな。見たことない。果樹っぽい。ほんとだ、はい、すごいな。苗木屋さんも、あ、観葉植物多いですね。観葉植物の合間に、うん、ちょっとだけ合間にちょっとだけね、苗もあるのかな。うん、すごい、こんなにいっぱい観葉植物があって。あ、マンゴーとかありますね。ありますか。じゃあグアバとか。あ、いや、果実ですか。これあれあれあれ違うか。何でも、はい、何でもないですね。はい、行きましょう。柑橘ありますよ。柑橘がある。でもなんか分かりにくい果樹ですね。分かりにくい果樹。うん、ちょっとじゃあまた、じゃあまたたくさんあるから、はい、どうぞ。この辺行きましょう。サンスベリアの仲間かな。うちわサボテン。あ、うちわサボテンのさ、うちわ、はい、赤ちゃんが生まれて、はい、赤ちゃんすごいトゲがあるんですけど、はい、面白い、なんか、大人になったらトゲがある。そうですね、ちょっと暑いから1個うちわサボテン買おうかな。買いますか、ぜひ。私の分も、はい、やりましょう、はい、でもまあ我慢できますね、はい、もうちょっと暑くなったらじゃあ、あのうちわサボテン買って仰ぎましょう。仰ぎましょう、はい。やっぱ編集が多いんだろうな。おお、すごい、すごい、ジャングル。マグロネマ、マグロネギマ、マグロネギマじゃない、おしゃれ。めっちゃピンクとか綺麗ですよね。綺麗。でもこれよくなんか日本っていうか沖縄で見る。ああ、確かに沖縄のストレリチアとちょっと違うかも。黄色いですね。あ、学名書かれてますね。あ、ストレリチアジャングル、ジャンシエジャングル、ジャングル、ジェイから始まるジャングル、はい、あ、これはレギナだ。ストラレチアレギナはこれ赤いやつだ。ストラレチアニコライがこれだ。ニコライ、はい、ちなみにこれストラレチアニコライはオーガスタって言われてる。ニコライいいですね、はい、名前かっこいいですよね。名前もかっこいい、色が綺麗です、いいですね。この辺観葉植物か。マジでシンさん喜びそう。そうですね、我々のメンバーのシンさんのためだけに今ここ使ってますから ね、 そうですね、はい、我々のメンバーのにはちょっとなんか食べられないかなね、はい、そうそう、シンさんと一回、はいはい、観葉植物と熱帯果樹どっちがいいのか議論しましたからね。対決してましたね、はい、ホコタテこっちがホコですけど、はいはい、向こうがタテ。まあでも観葉植物でね、お腹がいっぱいになるわけに、
そうなんですよ。モンステラの振りは別によくあるのかな。タジナイがないんですね、やっぱり。タジナイあっちのまた来てない方かも。あの辺にあるのかな。当ててきましたか。ありますね、これマナオかな。マナオかみたいな感じですね。トゲがない感じですね。トゲなしマナオ。ちょっと見ます。あ、大丈夫、マナオ持って帰れないから。柑橘無理か。馬売り場へ。何でしたっけ。みかんこみばえ。みかんこみばえ。売り見ばえ。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。ちょみたいな。初心家の仲間かな。初心家かな。あ、この辺じゃないですか。確かにアボカドとかもありますね。来た。これ全部。本当だ。あ、全部カジナエだ。あ、本当ですか。うん。マンゴーもあるし。マンゴーで、あ、これマンゴー。ほらなんだっけ。これほらなんだっけ。なん。種が1個だけ。ねえ。でも あっちにもありますよ。なんか見た目。あれグアバかな。見た目。ロンガンですか。グアバ。グアバ。うん。いっぱいありますね。あ。パンの木だ。あ、パンの木だ。パンの木買ったの。うん、あ、パンの木。パンの木あります、あります。へえー、すごい珍しいね。やっぱな、何が買いたいって持ってこないと。そうですね。アボカド持って帰れる。レッドグアバだ。種少な。あ、ぜひこの竹だったらいいんじゃないですか。うん。種少ないね。あ、ついてるし実。あ、本当だ。買ったら食えるんだ。すごい。でも実つけちゃったらね、次機内なんだ、うん。しかもなんかほら。寄せすぎですね。見てこのなんてピヨって出てるんですか。ピヨ、はい、それこれが伸びてくるんですか。伸びてこない、切った後なのかな。そう、切った後なんですよ。接ぎ木した時に未生苗を横に植えてて、はい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 、これが親の品種の木で、はいはいはい、枝に沿わせて活着したら親側切るんですよ。すごい。そうこれが寄せすぎって言われる。台湾とかで結構やられるんですけど。あ、へー。グアバ、レッドグアバ美味しいんかな。これいくらですかね。値段によっては買っててもいいですか。そうでもない。あ、グアバは僕はちょっとレッドグアバ。あ、すごい。でも種がね、少ないのありますよ、ほら。本当だ、種少ないのいいですね。うん、とかあと、グアバって入れれたかな。いっぱい種、グアバいっぱい種類ありますね。レッドアヨタヤグアバって。あれじゃないですか、アテモヤ、なんだっけ、ジャノイナ、なんだっけ、シャカト。え、赤色の違う、あ、違うか、あれか。チェルマヤ。リンチ、なんだっけ、リンチすごい、これ何。あー、セリアレッド。ドラゴンフルーツって持って帰れるのかな、黄色。あ、すごい、これ良くないですか。これめっちゃいいですね。持って帰れるかな。ね、これだったら強そうですよね。あの、何でしたっけ、検疫のって検出いいです ね、これね、これいいですね。これめっちゃいい、いい品種だ。聞いてみよう。あとこれもメキシコのオプンチュア。オプンチュア、オプン、ウチワサボテンのことオプンチュアって言うんですけど、学名で。あ、サーディカーニータオライカーロイハーシーか、180。いや、全然安いですよ。めっちゃ安い、500円ぐらい。はい、あ、はいはい。買っていきます？ポキッと折れてもいいですよね。全然いいと思います。じゃあ、これ1個買いますか。おお、輸出できるんか。これがいいかな。どれがいいですか。このやっぱ太いのがいいですか。太いのが絶対いいと思います。あ、じゃあ、あの大きいのがいいのかな。太さで言うと、これがね、一番太いけど。太い方に行きますか。生命力を感じて、ね、ここにもあるし。そしたらね、あの長さが問題。これにしましょう。ん、これ。これ。これ。土はサボテンと土いらないって言ったら土。土今ない、今の時点でなくても大丈夫ですか。あとがいい。いや、なくてもいいと思います。マヨか、マヨか。でも今はまだあってもいいですよね。本当？でもなくしてくれるよって言ってた。あ、本当ですか。多分わかんない。いるって言ってた。ああ。あれ違うかな。袋いるっていう。あ、オッケーか。コップなんか。160だったんですか。180、あ、150だ。150。ロンハース。あ、コップなんか。150ってことは。150でした。600円ぐらい。そうかな。安。もう計算できる。もうちょっと見たいですね。どうぞどうぞ。あ、すごい。レッドロンガンある。あ、すごいです。いくらかな。レロンガンか。ロンガン。ニータオライか。ニータオライか。あ、オッケーか。40。400。ロンガン。オッケーか。
red longan is divide か400 baht だから1600円ぐらいか。激安やん、うん、買っちゃう。これ日本で買うとすると3万とか4万とかしますよ。買った方がいいですよ。持ち込めるのかな。持ち込めると思う。なんて持ち込めないの本当少なかったですよ。ピンポンレッドか、ピンポンピンポンレッド、ピンポンレッド、レッドロンガン、あの持ち込めると思います。あの人が持ってるな、夏スーさん。あ、へえ。レッドロンガン僕も食べましたけど。美味しいですか。そうだ、ね、美味しかったっすよ、美味しかったっす。あとあれなんていうかな、イラキ、あ、イチジクか。うん、イチジク、アボカド、スイーツ、野良倉さんが変なピタヤを買いましたね。え、あれイエローピタヤじゃないですか。あ、あれイエローピタヤじゃないですよ。じゃない。あの、なんか僕もわかんないです、あれ。嘘よ。イエローピタヤはあんな感じじゃないです。え、イエローピタヤない、欲しかったらあげますよ。あ、ないは持ってますよ。そうそう。黄色のドラゴンフルーツかな。そうそう、黄色の、多分日本に入ってないドラゴンフルーツの品種ですよ、あれ。いやー、入ってるよ、意外と。意外とね、誰か入れてる人はいるかもしれないですけど、あの市場には全く出ないです。あ、出ない。うん。よし、じゃあ一人勝ち。一人勝ちか一人ごけ。一人ごっこか一人ごけってもさ誰にも気づかれないからいいわけよ、うん、どこ見てもイギアさん。ここは来たことあるんですか。ここは来たことあります。あの、平日じゃなくて、週末、うん、すごいですよ、週末の人出は、僕みんな大体観光客でバンコク来たら、みんな土日はこっちに来る人が多いかな。あ、そうですか。バンコク来たら、バンコク来たら、うーん、あの電車で来れるから、はい、あのアクセスも良くて、うん、そうなんですね。暑い、結構暑いですね。暑いけどもう今10キロ程度の荷物を背負ってますから、ね、カゴを背負って、はい、それで相当。 あ、フルーツショップだ。うん、ごし、お、本当だ。なんですかね。花ないかな。花なんだ。ああいう花が咲く。果樹売ってますね。マンゴシンとかバナナとか。バナナ。こうやってイラストがあれば見やすいですね。値札貼られてないんだ。なんかだからもういいねみたいなところもあるんですかね。あるかもしれないですね。まあ知らない人にはちょっとね。野良倉さんがある程度タイ語喋れてるからぼったくられてないだけかも。いや全然ぼったくられてる。ぼったくられてるってね、なんかあれだけど。ちょっと、ね、20% ぐらい増えてるかもしれないですよ。増えてる。いいね。サボテン好きになんかね。ロンガンすごいっすね。すごいですね、ロンガン。ロンガン沖縄では難しいですか。ロンガン行けますよ。沖縄行け、内地は難しいか。はい。マンゴスチンに似てるけど全然マンゴスチンじゃないか。いろんな苗がありますね。なんかこれ綺麗ですね。本当ですね。これ綺麗だな。マンゴー食べ頃かな。これ大きいね。大きい。あ、でも違うね。 Is this fruits? Sweet. Is this fruits? Fruits Yes. おう、チームダイマイ。あとちょっと味見していいですよって言って。あ、本当ですか。いい。Thank you. あの、赤い方。These are same variety? OK. あの、こっちは甘くて、こっちはまた酸っぱいって言ってました。Sweet one. はい。うん。酸っぱい。あ、酸っぱい。あの、ポンコツさくらんぼみたい。あは。うん。結構、パーって酸っぱい。パーって酸っぱい。1個食べます？食べない。食べた。酸っぱい食べない。酸っぱいものは食べません。うん、It's a little bit sour for me. No, なんか sour. That one is sweet. Sweeter. No sweet. No sweet. No sweet. Sour. 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 食べ物です。うん。OK. Thank you. コップうまか。ごめんなさい。ありがとうございます。Thank you. ただでもらった。味見させてください。ただで食べるほどちょっとなんか心が痛くなること。心苦しいですね。なんか買っていきたかったけど荷物になるし。すごい。頑張ろう。ウサギ。結構果樹苗少ないですね。少ない。後ろ側にあるのかな。どっちにあるんだろう。なんかでも点在してるのかもしれない。うん。はい。いろんな野菜の苗ですね。ナス科の野菜かなあれ。タイ語が読めないんでちょっと苦しい感じですね。バナナの斑入り。あ、本当だ。あいあいかな。バナナの斑入り苗がありましたね。はい。
夏さんとか好きそう。窓かずら。モンステラの斑入りとかも結構多いですね。やっぱ園芸がね盛んでレベルも高いですから、終わりが見えてきたんです。折り返し地点が、おう、来たところですかね。来てない。またくの字になってるのかな。コロナのくの真ん中のところから始まった感じ。ああなるほど。だから今度折り返して下のくの部分に。なるほどなるほど。行ったらいいかな。じゃあ折り返しちゃいますか。ほうき？これでも入ってる人いますもんね。すごい。なんかハリーポッターの世界にあるほうきだ。ニンバス 50B。ニンバス 50B で。バナナかな。バナナじゃないね。あ、バナナじゃないでしょ。食わず芋。食わず芋。かな？でかいね。こんなでかい斑入りの食わず芋久しぶりに見たな。すごい。久しぶりってちょっとカッコつけたけど初めて見た。ねえ。あ、いつ見たんだろうって今こうと思ったんだけど。なんかの YouTube で見たことあったような気もするけど。でも。あ、すごいサボテン。あ、本当だ。もう木になって木か。すごい。あ、竹も。いいですね、安い。うん。暑い。暑いっすね。あ、これバナナ？あ、本当だ。何バナナだろう。茶色。サイアムレッドかな。サイアムレッド。サイアムルビーか。サイアムってだとタイだもんね。うん。サイアムルビーとかアイアエとかかな。まあ、あんまり詳しくないから夏瀬さんに。どっか座れるところで座って、はい、休憩します？休憩しましょう一回、うん、この小さいやつ。あ、40バツ1個。うん、種もういらないです。あ、でも葉っぱ3トルの葉っぱっぽいな。種いらないです。種、そうですね、種取りを。チェンマイにないかな。ありそうですよね。おー、バナナすごい。せんなりバナナ、すごい。せん、あー、でかっ。これはすごいな、でかっ。で、これせんなりバナナで、なんかもうピクミンみたいな。で、これが合掌バナナ。あ、そうだ。リンキッドって言われてるやつ。めちゃくちゃ甘くて美味しい。へー、やばいっすよ。で、これちょっとわからないっすね。ん、これは調理用バナナかな。これモラードバナナ。これちょっとわかんない。あっちの一番奥は何ですか。これちょっとあれか、なんだ、なんか名前書いてますけどね。ブラジルバナナみたいな形してますね。先が飛んで島バナナにも似てるな。あ、全部形違いますね。ちょっと違いますね、丸ごと。あ、すごい、なんか面白いですね。これもこれバナナじゃないでしょ。これ芭蕉の花かな。芭蕉の花、うん、なんとか芭蕉の花か、うん。これも斑入りですごいですね。ああ、見る人が見たら。ヒロデンドロンかな、これは。斑入りの。はい、市場の旅は終わりで、今からちょっとチェンマイに移動します。はい、今高速、空港に向かうバスですねに乗ります。よいしょ。おい、涼しい。涼しすぎて風邪ひくレベル。ドンムアン空港。ドンムアン空港。で、車内ですね。はい。お金取りに来る人いるんで用意します。はい。ドンムアンインターナショナル空港着きました。よっしゃー。野良倉さん、はい、これから、はい、じゃあチェンマイ。チェンマイ。はい、今バンコクにいるんですけれども、チェンマイに移動します。移動します。いやー、午前中楽しかったですね。やばかったですね。行きましょう。行きましょう。よし。また飛行機に乗ります。国内線ですね、今度は。インターナショナルだから、ドメスティックに移動ですね。カ・トラムー。なんかすごい有名なお店みたいです。はい、野良倉さんが何か買うみたいです。野良倉さんがなんかジュース買ってますね。ジュースじゃないですか、なんすかこれ。紅茶。紅茶。チャトラムーっていうすごい有名な激甘。美味しいですか。美味しいです。これいいですね。チェンマイで。チェンマイ来たらね、
FD3433 これに乗ります。はい、シェンマイターミナル2の9、10、11番のどれかどれかということで行きましょう。チェンマイに着きましたね。着きました。野中さんこっちにいますけど、はい、はい、無事になんかおしゃれどっかの名産、違う違う、どっかの名産なんですよ、傘が、チェンマイの近くの、すごい、イエーイ、チェンマイ空港着きました。じゃあ今からちょっと下見っていうことで、はい、検疫所、植物検疫所、検疫所一回行きますか。行きましょう、下見大事、うん、で明日と今日か果物たくさん買って種とか苗とかを日本にちょっと持っていきたいなって思うんですけれども、それの検査をする場所ですね、はい、それを一回下見で今日行っといて、何時に開くのかとか何時に閉まるのかとか、それで翌々日の日程をちょっとやりやすいように余裕のあるうちにやっとこうかなと思います。はい、大事ですね、うん、台湾に行った時に、うん、植物持ち込めって言って検査空港にあるんですよ、植物検疫所が、うん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 、でも閉まってて、だから見たよ、あ、見ました、事前になんか連絡しれって言われてたんですよだけど、うん、まあそう思わないよね、うん、なんかいつも空いててウェルカムだと思っちゃうね。そうそう、いつも空いててウェルカムだと思ってたけど全然違うから、なんかね、タイももしかしたらそういう予約が必要なのかとか、だから分かんないしね、なんかさ、ネットで調べてもやっぱりなんかあんま情報が見つけきれずに、うん、チェンマイ熱っ、いいね、でもさ、雨季だよ今、助かる助かる、とっても暑い、あ、でも晴れたからねでもバンコクのさ、バンコクの蒸し暑さよりマシな感じ、うん、やった、晴れた、そうですね、でも明日から多分雨だよ、明日から雨か、はい、今日いっぱい太陽当たってエンジョイしましょう、いっぱい太陽当たりますか、今日は当たりましょう、これかな、ちょっとかな、チェンマイイミグレーション、あ、そうかも、これかな、じゃあこの中かな、ここですね、着きました、着きました、あ、オフィスクローズ、あ、今日仏教の日だからかな、今日閉まってるね、あの仏教の日だからか、あ、そうか、朝かぶっちゃで、なるほど、あ、なるほど、あ、でも来ててよかったっすね、そうですね、でもだから逆に言うとあの日は大丈夫なのかな、うん、チェンマイイミグレーション、じゃあ、あれ、ビスマルキアノビリスだ、めっちゃでかい、じゃあ撮りましょう、すごビスマルキアノビリス、めっちゃでかいじゃん、あの、銀色のヤシです、あ、ヤシ、こんなでかいビスマルキアノビリスは初めて見た、 Google マップでしか見たことない、おー、すごいな、あ、これココヤシか、これは、あ、こっち、ドワーフココヤシか、へえ、あ、これぐらいのマンゴーもあるし、わあ、すごい、わあ、でっけえ、でかい、これシルバー色のヤシ、何メートルぐらいあるんですかね、すごいですね、何メートルぐらいあるんだろう、めちゃくちゃすごいな、これ実は食べられるんですか、実は食べられないです、食べれない、ただ鑑賞用やしです、鑑賞するのも首が痛くなる、本当ですね、すごいすごい、めちゃくちゃ、うわー、綺麗、沖縄にもあるんですよ、一応ちっちゃいけど、あ、へー、はい、これだけ大きくなるのすごいですね、うん、あ、マンゴーなってる、あっちに、何マンゴーだ、マンゴーなんかさ、ちょっとした雑草ではないけどさ、うん、ね、どこのお家にも、本当ですね、開けていいですかね、野中さんがボルト手配してくれました、はい、次の目的地まで行きましょう、タクシーでちょっと移動して降りた先にカラミツがありましたね、すごい、やばい、結構な
ってるけど鳴りが悪いのかな。でも上の方すごいね。結構すごいですね。いっぱい鳴ってる。そしてなんか放置されてるのがすごいですよね。誰も取らないっていう、ね、誰も取らないっていう。それかもう大きくなったのは取られた後なのかな。おお。上はもう取られてない。すごい、よく気づいた。すごい、降りて2秒で気づきましたね。うわ、なんかタイの街って感じだ。でチェンマイオールドタウン。あ、本当だ。あ、ここやしかな。あ、カラキだ。カラキっぽい。シナモンの匂いするやつだ。すごいね、マンゴーの木もあるし。すごいね、タイの街並みです。皆さんどうぞ。これもなんか旧市街って言って、なんて言うんだろう、住宅街みたいなとこだから、はい、そんなところでさえね、あ、うん、なんかあれもマンゴー？マンゴーっぽいですね。マンゴー本当、こっち入ってみますか。あ、こっち入ってみるんか。すごい、チェンマイ観光客に人気です。なんかやっぱりバンコクと違ってのんびりしてるところがなんか人気なんですかね。でもなんかバンコクの蒸し暑さよりマシ。確かに昨日蒸し蒸しやばかったですよね。今日もでもやばくなかったですか。あ、今日もやばかったな。ブーゲンビリアの花だ。ブーゲンビリア薄いですね。薄ピンク。あ、バナナたくさんなってますね。ナムアだ。すごい美味しそう。あのタイっていうかチェンマイは特に。はいはい。これあれバタフライピーですよね。あ、本当ですね。あ、閉まってる。あ、今日あれだから仏教の日だから閉まってるんだ。ここすごいなんかね、残念。残念、ごめんなさい。閉まってますね。閉まってますね。全然全然。じゃあもう空いてるとこ行きましょうか。じゃあもう一回荷物置きに行きますか。そうですね。はい、ちょっと今日はやっぱ禁酒日ということで、禁酒日というかなんか仏教の日で、はい、結構個人経営のお店とか結構休んでるところが多いみたいですね。で、お店がちょっと休みだったので、一旦ホテルチェックインして、そしていろいろまた出ましょうか。あー、プルメリア。プルメリアいいですね。うん、プルメリアもいいですね。はい、ということで、またホテルに。一旦戻ります。野良倉さんが素敵なコーヒー園に連れてきてくれ、コーヒーカフェに連れてきてくださいました。すごい、めっちゃおしゃれ。広いしさ、やばいな。見てください、これこの眺めでね、皆さん飲めるコーヒーは最高ですよ。また本当だ。コース上にやってますね、これ。すごい幻想的。美味しつどだな。あの辺フルーツありますね。ありますか。この辺もカットフルーツだ。カットフルーツ。これなんだろう。グアバじゃないかな。あ、グアバ、これ青グアバ、青すぎません。グアバじゃないかな。グアバだと思う。おお、すごい。値段も結構安いのかな。あ、うん、180バーツのもある。160バーツもありますね。本当だ。これがロンコンでしたっけ。これロンコンかもしれない。あ、これ、これ食いたかった。あ、本当ですか。アニキロラヌンロイハシパサンライ、サンロイハシソコトナカ。これカオシカスウィートソフィアグレープス。結構タイの、はい、はい、あ、ありがとうございます。Thank you。 おまけしてくれました。はい、1バーツ好きにしろってください。好きにしろって、はい、どうぞ。いただきます。はい、美味しい。美味しい。甘い。へぇ、種なしです。へぇ、うん、あ、ブドウだ。ありがとうございます。クロさん、ランブータン食べたいですか。食べたいけど、なんかもちょっとね、ここじゃない気がする。あ、オッケーです。じゃあ、別のところ行きましょうか。チムダイマ。あ、チムダイマいいな。あ、カレー。おー、ライ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 カー、コプンカー、ダンバイ、アロイアロイ、わー、はい、どうぞ。あの、食べさせてくれて、おー、味見どうぞ。ちょっとなんか
傷んでる？おーおー、傷んでる。甘いです。甘いですよって言ってますよ。こんな感じ。見えます？わかんない。いただきます。はい、どうぞ。うん。美味しいですか？傷んでない。大丈夫？大丈夫です。あ、じゃあもうぜひ。これが40なんで120円です、これ。すごいね。うん。手に取る作業が多分さ、大変なんだね。うん。30。40。